知床の事故で家族3人を亡くした兵庫県に住む男性が取材に応じました。次々と浮かび上がるずさんな運航管理と、まるで人事のような社長の対応に不信感を募らせています。まあ、これ来てその家族向けの説明会にも臨んだんですけども、やっぱりちょっと、まあ、父の一緒に話を聞いて、まあ、真実を明らかにしたいみたいなのは、まあ、ありましたね。兵庫県に住む男性です。男性が着ている服は事故で亡くなった父親のものです。男性の父、竹川義信さんは母の聖子さん、弟の優也さんと3人で知床を訪れ事故に遭いました。道警からの連絡で3人が船に乗っていたことを知り、現地に駆けつけ遺体と対面しました。まあ、ショックでも本当に言葉も出ないと言いますか、何も考えられない状況ではあります。呆然とする中で臨んだ家族向けの説明会。しかし桂田精一社長の説明や対応は家族にとって誠実とは言い難いものでした。その説明している内容があやふやなこともあったりして、そもそも物事をあまり知らないだとか、何かを隠しているような印象でしたね。記者会見の態度も家族の反感を買ったといいます。事故が起きてしまった原因はどこだと思っているんですか。ブラック企業、レンズが上がってたりだとか、態度として、会見中に笑うこともありました。家族の中から笑うなっていう声ももちろん上がってましたし、男性は事故の当日、安全管理規程で決められていた船との定期的な連絡を怠っていたという説明が特に気になっています。ルール上こうしなければいけないっていうルールがあるんですね。にもかかわらず、その説明会の中では当日だけできてませんでしたか、なんか そういう形だと思います。なんかさも普段からちゃんとできてるような形で、この後に及んで、少しでもちょっと自分の罪を軽くしようではないですけども、それはちょっと良くないと思いました。船との定期的な連絡がいかに大切なことなのか、安全管理規程に詳しい海事代理士はこう説明します。折り返し線とか、それから入港前とか、4、5回連絡するポイントがあるん でそこで連絡をもらって初めて営業所は、今順調に帰ってるねとか、順調に行ってるねと。だから逆に言うと、連絡が来ないという情報が来たら、これは非常事態なんですね。通常船と連絡がつかないだけで非常事態と捉えますが、桂田社長はこの日事務所におらず、13あるポイントでの船との連絡を怠っていたと家族に謝罪しました。であそこまで一切連絡がないとなると、逆に陸上の方の営業所ではそれから何も連絡来ないんだと、どうかなったんじゃないかというような、今度は非常連絡表ってあるんですが、それに基づいて次から次とこう連絡しなきゃならないとなってますから、最初から連絡なく行ったとなると、私は大きな問題かなと。安全管理規定は船長だけではなく、経営者も含めた会社全体で守ることを前提としています。もちろんこれ海上運送法という法律に決まってますから、それを守らなければ罰則があります。海上運送法では安全管理規定に違反した場合、100万円以下の罰金となっていて、海上保安庁は業務上過失致死容疑でも立件できないか捜査を進めています。